プロボクサーブルース、リーの銅像、香港、星光大道。ファイティングポーズをとって、何者かと格闘しているとも解釈されている巨人。避難が間に合わなかったのか、人々も家畜も散り散りになって、逃げ惑うばかり。この巨人は愚象化された戦争であるとも言われている。フランシスコ・デゴヤの女子や戦士を振りアの作とされる、巨人。 スペイン人画家の手になる1818 18から1825年頃の油彩画。神話画、ロマン主義、プラド美術館所蔵。ファイティングポーズをとって、ボクシングの真似事をする子供たち。モーリス・ドニー、ボクシング。フランス人画家の手になる1918年の油彩画。ナビ派、個人像。ファイティングポーズは、格闘技、武道。 プロレスなどといった肉体を直接的に使った格闘の技能で行う対戦や演武において戦うための姿勢、構えを言い、また戦う意志を示す構えをも言う。日本語ではファイティングポーズを取る、取るなどと使う。もっぱら拳を使った格闘技であるボクシングや蹴り技などを使いながらも主な攻撃を拳から繰り出すボクシング系統の格闘技では 拳を顎の近くで構え、脇を締め、目線を前に向ける姿勢を取れば、それがオーソドックススタイルと呼ばれるファイティングポーズである。右利きと左利きとでは基本の構えが異なり、右利きは右拳を左拳よりやや上に、左利きでは左拳を右拳よりやや上に突き出す。また、ボクサーは撮影用やファンサービスの一環で、 ファイティングポーズをとって見せることが多い。ボクシング系統以外の殴り攻撃のある格闘技、例えば空手にもファイティングポーズがあるが、様々な方があり、多くは、ボクシング系のオーソドックススタイルのように顎を、がっちりと、ガードするのではなく、上半身全般への攻撃に備える体制をとる。また、殴り攻撃のない柔道では、相手を組み止める準備段階として襟もしくは、 袖を取りに行く体勢か、両腕を斜め髪型に突き出すポーズが、ファイティングポーズに当たる。同じく殴り攻撃のないアマチュアレスリングでは、テイクダウンを狙う準備段階として、前傾姿勢を取る。これが試合における、ファイティングポーズがあるが、それとは別に、撮影用やファンサービスとして取る決めポーズは、試合でやることのないボクサー仕様のファイティングポーズである。 ことがなぜか多い。なお、相撲は格闘技である前に神事であることから、取り組みで、ファイティングポーズを取ることは固く禁じられている。ただ、決まり手や禁じ手を観客に面白おかしく紹介する、見せ物であるしょっきりでは、力士がやってはいけない行為の一例として、ボクサーや、プロレスラー張りの派手なファイティングポーズを取って、観客を沸かせるのが、 昭和後期以来の定番ネタとなっている。戦う意思を示す構えとしてのファイティングポーズは、ボクシングのように直接的に打撃する形で拳を使う格闘技においては、極めて重要で、ノックダウンから立ち上がった選手が、試合続行の意思がまだあることをレフェリーに示すという、試合の進行に欠かせない役割がある。レフェリーは選手に、これを求め、この要求に、 十分な形で答えられない選手は試合続行不可能と判断されて敗北が決まる。ボクシング系のファイティングポーズは様々なスタイルがあるが、ここで選手に求められるポーズは基本的なものであり、要求された選手は自然な動きでピーカブースタイルに見える通常以上に顔周りの守りを固めたポーズを取るのが通例である。初代ウルトラマンは 長身を折りたたむように前鏡になったファイティングポーズが印象的で、それがこの変身ヒーローを象徴するフォルムの一つであった。カンフーアクション映画で一世を風靡した俳優、ブルース・リーがブレイクしたのは1971年のこと。かっこいいファイティングスタイルで観客を魅了し、格闘技に興味を示さなかった人々にまでその魅力を広くアピールしたが、 様々なファイティングポーズはとっておきの決めどころであった。ありがとうございます。